九億、大阪本社がある、京阪神武道産ヨドヤバシビル株式会社区多くは、かつて存在した、日本の審判会社である。株式会社、三井住友銀行の持分法適用関連会社。合併により、現在は株式会社、セディナとなっている。1999年に、東京総合信用株式会社と、日本総合信用株式会社が合併し発足。 両社とも当時の住友銀行のグループ会社であったが、闘争心は、東京省は銀行との合弁であったため、両社は合併することができなかった。同年に、同行の経営が破綻したため、合併の障害が取り除かれた。2009年4月、三井住友フィナンシャルグループの参加で、OMC カード、セントラルファイナンスと合併し、株式会社、セディナとなった。 東京総合信用時代から審判関係の業種とはわからないような奇抜で多いにシュールなテレビ CM を1990年代より放映することで有名でそのほとんどは CM ディレクターの山内健二による作品であった。旧闘争心では社名の略語、闘争心を闘争心とかけて人やネズミが暴れ動き回る作品や小ギャル言葉の発音に親父が噛みつく CM その後のクオーク少年シリーズなど当時としてはかなり得意であった。また、同社の一社提供により、日本放送で放送していたラジオ番組、クオーク松本秀夫の美女対談の提供クレジットでは、藤田のサウンドロゴがそのまま流れた。テレビ番組の提供クレジットでは、スポンサーのロゴがフルカラーで流れることが1990年代後半、頃から増えてきたが、 ラジオ番組の日下げ暮れでサウンドロゴが流れるのは珍しいケースである。東京 FM には闘争新時代から時報前の5秒スポットをはじめ多く CM を出稿していた。クオークとサウンドロゴを歌っているのは藤田洋子。1999年から自社を疑似人物に見立てた連続ショートストーリー風のシリーズ CM が制作された2002年作品。 クォークカードの CM となっており、サウンドロゴも変更されている。2006年作品これまでシュールで奇抜な CM ばかり、作ること自体をセルフパロディ化している。無名時代の鳥居みゆがバレリーナ役で出演。年会費無料。ポイントプログラムはキャッシュバック方式。国際ブランドはマスターカードである。ありがとうございます。